学さんに比べてやっぱり B1 の実習区画ですね。オクラがちょっと台風で傾いたりしてますけど、まだかなり元気ですね。ちょっと大きくなりすぎちゃった部分もありますけど、どんどん収穫していくんですけど、まだ実ると思いますので、収穫は続けられると思います。であと塩菜と普段草も収穫は続けられると思いますけれども、このオクラってやっぱり塩菜と普段草いつまでこれを置いておくかですね、一回かのどっかで区切って秋野菜を植えていくのかどうかって、もう9月も末なので、この辺でちょっとお考えになられた方がいいかなというふうに思います。あともう大根についてはネットを撤去しても、虫に食い尽くされるような状態にはな、にならないぐらい抵抗力がついてきてると思いますので、ここで一回かのネットと撤去して間引きをしていただいた方がいいというふうに思います。株もちょっとだいぶ虫に食べられちゃったところもありますけど、生き残ったのはこのまま育っていくんじゃないかというふうに思います。